前回お届けした藤枝マイ FC の新体制発表会見ですが、実はまっちゃんも移籍した3選手に向けかなり難易度の高い質問をぶつけていました。それではその質問の様子をご覧ください。ご自身の、プレーとその他の選手たちのチームメイトの選手たちのレベルの、プレーの質の違いとかっていうのも一つお聞きさせてもらいたい。でもう一つはそのプレーをその違いをこのマイ FC でどう還元するのかっていうのも具体的な考えがあれば少しお聞かせ願いたいなと思います。お願いします。自分はガンバ大阪と相模原とで、今日の練習藤枝さんでやってるんですけど、レベルに全然差とかは全然なくて、一人一人質も高くてっていうところはあるんで、でも自分はアンダー23の方で J3 に100何試合か出てるので、その経験をここで生かしていきたいなとは思ってます。僕は今年から2年間フロンターレでプレーしてましたけど、その2年間連続で連覇という形でサッカーしてて、もちろん、質とかプレースピード、強度は、あんま言うこういうところで言うことじゃないかなと思うんですけど、差っていうのは正直あるのかなという感覚はで、その思ってきたんです。今日初日練習して、須藤監督の掛け声だったり、あとは他の選手の強度、質、すごいそんな差はあまりないかなっていう感じは正直あって、で僕も一昨年1年目本当にフロンターレでサッカーしてて、何もできなくて終わって、去年その1年目の努力というかそういうのが結構生きてて、プレースピードだったり質だったり、徐々に増えていくことで試合はあんまり出れなかったです。フロンターレで学んだことっていうのがすごく多くて、今シーズン藤枝、EFC に来て、やっぱりその質だったりとかプレースピードだったり、そういうのはもっと自分からどんどん発信して、僕から声出して、その全体のレベルというか、そういうのをどんどん上げていってやっていけたら、その J2 昇格だったり、監督の言ったように、支配率 65%、パスのコンディションとか、それがなかなか体現できるチームってあまりないと思うんです。もしそれが体現できるようになったら、やってる自分たちも非常に楽しいですし、見てる人たちも、ワクワクするようなサッカーしてるなと、そういう感情が結構いって、結構話題だったりそういうのになってくると思うので、そうですね、監督のやりたいサッカーをどんどん体現できたらなと。まだ本当に今日しか練習やってない状況なので、あんまり深くまで分かんないですけど、ただ本当に強度とかインテンシティの部分っていうのは本当にびっくりするぐらい差はなかったですし、本当なんならこっちの方が強度は高いんじゃないかなっていうぐらい、今日の練習も濃かったですし、でその中でやっぱり自分が還元したいものっていうのは、去年までの2年間でなかなか試合には、絡むことっていうのが、続けてできなかったので、ただ本当その間、自分も何もしてなかったわけじゃないので、そこで学んだことっていうのを、本当少しでもこのチームに還元したいなと思っています。ありがとうございます。ここからはおまけ、サッカー以外の特技趣味についてご紹介します。結構本を読むので、今年もたくさんなんかビビの中にも図書館があるって伺ったので、なんかたくさん行けたらいいなって思ってます。自分の特技は、英語が喋れるところと、あとは、藤枝に行ってみたいところは焼津港で美味しい魚を食べたいと思います。食べることが好きなので海鮮を楽しみたいなと思ってます。特にあんまり
その趣味とかはないんですけど、まあでも海が近いので、まあ、釣りだったりとか、まあ、そういうのにやっていけたらいいかなと思います。キャンプが好きなので富士山の麓で、キャンプをしてアクティブレストをしたいなと思います。特技は、サッカーゲームがめちゃめちゃ強いんで、あとやりたいことは、海が近いので、自分で釣りに行って、その魚を自分でさばけるようにしたいなと思います。まあ、特技というか、まあ、藤枝 YFC の YouTube チャンネルがあると思うんですけど、あれをもっと盛り上げたいなと思っているので、まあ、金浦選手にちょっと最初から出しゃばってしまうとちょっと後半失速してしまう恐れがあるので、ちょっと徐々に出していきたいんですけど、まあ、藤枝 YFC の YouTube チャンネルをもっと登録者数増やして自分がこう率先して盛り上げていきたいなと思っています。特技ではないんですけど、1年間北海道で教員をやっていたので、まあ、その経験を生かして、まあ、スクールですとか、まあ、いろいろ子どもたちに、まあ、自分の 今までの経験などを、まあ、還元できていけたらなというふうに思っています。特技ではないですが、趣味はサッカー以外の趣味は車が好きです。焼津魚センターには今すぐにでも行ってみたいと思っています。サッカーはとても好きです。サッカー以外の特技は特にないんですけど、まあ、趣味は、まあ、たまにゲームやるぐらいで、藤枝でやってみたいことは、まあ、魚が美味しいのでいっぱい魚を食べに行きたいと思います。自分がサッカーでは日本語をもっと上手くなりたいと思います。ゴールキーパーコーチがシジマールというブラジル人なので、せっかくならポルトガル語を習得できるように勉強していきたいと思います。スタイルを生かしたモデル活動などぜひぜひお待ちしておりますので、そういうことをもう幅広くやっていけたらなと思っております。新たに14人の選手を迎えた藤枝 MyFC、 今シーズンの戦いに注目です。